みんななるほどって反応だったよね。だから言ったでしょ、そんなに心配しなくても大丈夫だって。そうですよ、学園の皆さんが信頼するあなたの言うことですから。じゃあこっちも手分けして終わらせちゃおう。では私たちは剣道部と卓球部に行ってきます。バスケ部とバレー部任せていい？練習風景を撮りたい？ダンスはなしってこと？あ、いや、それはいいけど、スクールアイドルの PV なのにいいのかい？世界とは大きく出たね。いいよ、とことん付き合うって言ったからね。君の思い描く最高の PV にしてほしい。じゃあいつも通りの練習をしてるから好きに撮影してくれ。カメラの準備はいつでも OK だよ、任せて。撮影はどう？ありがとう、部のみんなも喜ぶよ。しかし君は変わってるね、練習でそこまで喜べるなんて。私には君も輝いて見えるよ。同好会のみんなをサポートしている時の君はいつもハツラツとしているから、献身的に支えてくれる君の存在が彼女たちのモチベーションにもなっているんだろうね。バスケ部のマネージャーにぜひスカウトしたいけど、君はスクールアイドルに夢中なようだから勧誘するだけ無駄かな。ダメだよ、この子はアイさんたちの宝物なんだから。誘惑しないで。冗談だよ。やっぱりあなたはすごい。これを見てあなたが求めてたものがちゃんと理解できた。確かにこれが正解だと思う。リナちゃんボードキラキラー。そう言われると照れる。リナちゃんボード照れ照れ。うん、だけどこの編集すごく大変だと思う。コンテもないし楽曲に合わせてもいない。自分の一番好きなことを全力でやってる映像だけ。これをきちんと曲や歌詞に合うように編集するのってかなり難しいパズル。リナちゃんボード、も。わかった。じゃあ、私、何でもお手伝いするからね。